自分の感情が揺さぶられるような作品がたくさんあってすごい刺激を受けました名古屋市東区の愛知県美術館ギャラリーで開かれている日展名古屋展週末の今日は開館と同時に多くの来場者が訪れました会場には絵画や彫刻などおよそ500点が展示されており中でも岐阜県蟹市の彫刻家神戸美音夫さんの作品は 平和の願いを表現したおよそ2メートルに及ぶ力強い彫刻作品で訪れた人の目を引きつけていました日展名古屋展は今月12日まで開かれています